はい、今日1日のワンの軽いまとめやっていきましょう。まず朝10時からのワンファイトナイトからは2試合だけ。ムエタイフライ級タイトルマッチ、ロッタン選手 VS 一つ下のストロー級のチャンピオンジョセフ・ラシリ選手。階級を上げてロッタン選手にチャレンジ。今タケル選手 VS ロッタン選手実現かとなってますが、放送席解説のシロ選手は、そうなったらさすがにムエタイルールではなくキックルールになるだろうと。ワンのムエタイオープンフィンガーグローブですしね、さすがのタケル選手もそれはきついか。そしてロッタン選手、いつも入場で踊りながら入ってきますけど、あの時かかってるシャンシャンシャンみたいな音楽は全然これじゃ伝わってないと思いますが、タイのお祭りなどでかかっている伝統的なモーラムというジャンルの曲だそうです。日本で言えば東京音頭的な。これもタイ語もペラペラなシロ選手がそう言っておりました。何でも知ってる。試合の方はロッタン選手が圧倒。ロッタン選手25歳、ジョセフ選手31歳と年齢差6歳もあるんですが、自分が格上と言わんばかり前にどんどん出て、ジョセフ選手は周囲をぴょんぴょん足を使って飛び回り、ロッタン選手はパンチをもらってももっと殴ってこんかいといつものようにジェスチャー。その後も後ろに下がり続けるジョセフ選手、ロッタン選手はここでももっと前に出てきて殴り合いせんかいと、こちらも言わんばかり腕をカモンと大きく振ったりして会場も盛り上がる。結局ダウンを2回奪い、ロッタン選手が判定ながら圧勝いたしました。これでタイトル4連続防衛。ロッタン選手岩ですね。打たれ強さも破壊力も。しかしながらシロ選手は、ワンのじゃなくて本当のムエタイルールだったら現在1位につけているスーパーレック選手の方が強いと言っておりましたね。はい、タケル選手とロッタン選手もしやるとなったらどうなるのか。タケル選手が圧で押されてる姿も、ロッタン選手が押されてる姿もちょっとどっちも想像できないですね。そしてメインが武田浩二選手、阿部大地選手もハワイでお世話になったライト級チャンピオンのクリスチャン・リー選手が1階級上げてウェルター級でのチャレンジ。しかもいきなりタイトルマッチ。対戦相手はキルギスのキャムラン・アバソフ選手、アバソフチャンピオン。試合は1ラウンド。アバソフ選手の右フックにクリスチャン・リー選手ダウン。アバソフ選手ラッシュ。しかしそこからクリスチャン・リー選手組みつき体力回復タイムでラストはマウントへ移行してキープして1ラウンドを終了。2ラウンドクリスチャン・リー選手がまたしてもマウントを取るとアバソフ選手なんとか立ち上がる。しかし2人ともすでに疲れている。ここで3ラウンドへ。3ラウンドは2人ともさらに体力を消耗させるラウンドとなり4ラウンド。両者は目に見える疲労。しかしクリスチャン・リー選手のカーフにアバソフ選手効かされる。ここを突破口と見てクリスチャン・リー選手カーフをさらにその後数発叩き込み、肘も連打。最後の力を振り絞り、ここでテイクダウンに行き、マウントを取り、ここから肘とパウンドを連打。防戦一方のアブゾフ選手を見かね、ここでレフェリーが止めに入り、クリスチャン・リー選手 TKO 勝利。大激闘を制し、2階級制覇チャンピオンに。もちろんファイトボーナスもゲット。最近、朝倉未来選手が自身で、僕も格闘技では全然世界に及ばなかったりと発言したことで、これを味合わせたのがクリスチャン・リー選手なんじゃないかと言われておりましたので、結構そのことと絡めたコメントなども多く見られましたね。そしてここからが19時半からの1163になりまして、日本人選手絡みのところのみやっていきます。まず、ミレーナ・佐久本選手、2001年9月17日生まれの21歳で、呪術黒帯。多分これは最短だろうと、現在三重の道場で力を磨く。147センチ、ブラジルと日本の国籍を持っている選手、ヨーロッパ選手権、日本選手権優勝者。対戦相手はビアンカ・バシリオ選手、26歳。グラップリングマッチですね。2階級上の選手、10キロ違うとの対戦。ここは残念、即後ろに回られ、即タップとなりました。このバシリオ選手、今年の世界大会優勝者で、超強い選手らしく、試合を受けただけでもすごいレベルらしいです。続いてはムエタイ、和製ロッタンと呼ばれることもある、パンチの強い品川朝日選手21歳 VS ルイ・ボテーリオ選手、ポルトガルの選手、57キロストロー級の一戦。勝った方がタイトルマッチとのこと。品川選手は前日計量でクリアできず、ルイ選手にやらの 20% を渡しての試合になりました。品川選手は現在ランキング4位、ルイ選手はランキング外とのこと。
1ラウンド、ルイ選手がプレッシャーをかけ、お互い力強く打ち合うもクリーンヒットをなし。2ラウンド、終了間際、ルイ選手のパンチがヒットし終了。品川選手、押され始める。3ラウンド、品川選手のミドルが読まれていて、カウンターがパキッと入る。しかし品川選手、その後すぐパンチを入れて、ルイ選手ガクッと落ちるが、ダウンまでは至らず、とここで3ラウンド終了で判定となりました。1対1に分かれ、結果勝ったのはなんと品川選手でした。マイクは自分でも実際どうなのかと思ったが、パンチいいのも当たっていたので多少自信があったところもあった。嬉しいというよりは安心してますでした。品川選手は喜びを大爆発させておりました。で、これちょっと特別編で、この次の試合、外国人同士の一戦 MMA で、なんと下からの三角で相手の足も一緒に巻き込むという、つまり頭、肩と足ですね。それ決まらないだろうというもので、しかしながらまさかのタップをもぎ取り勝敗を決するという試合もありました。しかも決められた方の選手が柔術家だったそうです。新技ですね。そしてここでまだ勝利から興奮冷めやらぬ品川選手のインタビューが入りまして、向こうのプレッシャーも強かったが、自分が前に出てた時は当てれていたと思っていたので良かったです。今このワンの勝利者メダルがどんなものより欲しかったので嬉しいです。外国人相手ということで自分とのフィジカルの差は感じた。エイワースポーツジムは吉成名高が今引っ張ってくれていて、これからは名高と一緒にやっていきたい、よろしくお願いしますと、吉成名高選手同様爽やかでした。そしてここで中継先のインタビューに茶取代表が登場しまして、2023年アベマとワンのある大きな取り組みがあると言い、来年はさらにアベマとのパートナーシップを強力なものにし60試合以上お届けする、ワンはタイのルンピニとも提携したので毎週金曜日にワンルンピニを配信しますと、はい、これはビッグニュースになりますね。ここからがメインカード、有料配信の部分になりますね。リトルピラニア若松優也選手 vs ウ・ソンフン選手のストライカー対決。若松選手は軽量クリアできず、お風呂場でジムの長男両代表に頭を剃ってもらい再軽量に臨むも、それでもクリアできず、ウ選手にギャラの 40% を払ってのキャッチウェイトでの試合。若松選手、弱い自分に打ち勝つためにも打ち合う宣言、相手の土俵で戦うと。大沢健二さんはここで落合博満さんの過去の名言を引き合いに出し、落合さんは相手の得意な球を狙いに行くと言ってましたのでと、はい、これは私も知ってます。エースは必ず得意球を投げてくるからね、なぜならそれがエースだからというやつですね。ウー選手は韓国の選手ですね。ワンでは今回で3試合目となります。ここまで1勝1敗、グラウンドが苦手、半年ぶりの試合となります。1ラウンド、ウー選手いつもの多さからサウスポーへのスタイルチェンジ、スイッチしながらお互い小刻みなステップで距離を測る。若松選手の左フックが決まり、ウー選手膝をつくもすぐ立つ。若松選手宣言通り打ち合うも、ウー選手の左を 1,2,3 回と連続で振ってきた最後の一発を食らってしまいよろける。その後ウー選手追撃のパウンド、マウントを取りまとめる。若松選手力が入らないようでなすがままと、ここでレフェリーが止めに入り、なんと若松優也選手 TKO 負けとなってしまいました。続いて岡見雄心選手 VS ミャンマーの英雄アウンラ・ウサン選手のレジェンド対決。岡見選手は3年ぶりの試合、ウサン選手は軽量クリアできず、しかし岡見選手がそれを飲んでの今回の試合。ウサン選手は超大人気、観客席からも大声援。1ラウンド、組みついた状態で岡見選手即引き込む、一度スタンドに戻り、しかしここで岡見選手がタックルに行った時にカウンターの膝をもろに食らってしまいダウン。ウ選手覆いかぶさり鉄槌を振り下ろすと、ここで早くもレフェリーが止めに入り、岡見雄心選手負けてしまいました。マジか、残念。1ラウンド1分42秒の出来事、日本勢ショックの2連敗。ウ選手は先日亡くなった UFC ファイターのアンソニー・ジョンソン選手の写真を掲げておりました。そして今回ここをメインと考えている人も多いでしょう。青木真也選手 VS
ヌルマゴ軍団イザガー・クマエフ選手、ハビブ・ヌルマゴメドフにも近いうち間違いなく世界一になる男と言われていてお墨付き。現在ランキング4位だが、大沢健さんはクリスチャン・リーの次に怖い選手と、青木真也選手はおなじみバカサバイバーでの入場、日本 MMA の総大将。セコンドには長男亮さんの姿が。日本チームといったところか、青木真也選手表情が締まっている。1ラウンド青木真也選手ミドル2連発、そこから試合を作っていこうと。しかし体の大きさがかなり違う。クマエフ選手の強烈なボディが一発入る。とここでクマエフ選手の右ストレート、フック、中間ぐらいのパンチ、これを不意というかノーガードのところに食らってしまう。青木真也選手顎にもろにヒット、崩れ落ちる。クマエフ選手追い込んで強烈なパウンド。青木真也選手なすすべなく、ここでなんとレフェリーが止めに入り、クマエフ選手 TKO 勝利となりました。嬉しさのあまり泣きそうな顔をするクマエフ選手。その後青木真也選手を称えて抱えて、その後ハグ。クマエフ選手のマイクは、彼は本当に素晴らしいレジェンド、ボーナスも出て喜んでました。そしてクリスチャン・リー選手との対戦を要求しておりました。まあそうなるでしょうね、次期タイトルマッチ。シロ選手はあのパンチは見えない、打撃の選手並みのパンチ力だったと。そしてここでヘビー級のキックボクシングワールドグランプリの決勝戦を挟みまして、ここ背の低いマークハント体型のアジズプールという選手が最初活躍したので、結果最後は負けてしまったんですが、その時大沢健さんがサモハンキンポーみたいですね、知ってますかシロ選手と聞くと、シロ選手は名前だけはと言ってました。35歳以上の人は全員知ってますよね、ジェネレーションギャップ。そしてメインイベント、キックボクシングバンタム級タイトルマッチ、秋元博樹選手 VS ペッタノン選手、ランキング3位、37歳。なんとここまで日本人選手メインカードで全敗プラス1不戦敗、そんなのあり？秋元選手はやってくれるでしょう。1ラウンドローの蹴り合いからスタート。秋元選手のコンビネーション、目にも止まらぬ速さだが、ペッタノン選手見えている。ペッタノン選手は膝を狙っている。その後はディフェンシブに戦い、秋元選手はアグレッシブながらもお互いクリーンヒットなく1ラウンド終了。2ラウンド秋元選手前に出るも、ペッタノン選手はディフェンスして攻撃を出し印象よく進める。これを繰り返す。ペッタノン選手とにかく膝を合わせてくる。厄介。2ラウンド終了。3ラウンド同じ展開ながらもペッタノン選手の距離になってくる。クリーンヒットはないものの、ペッタノン選手前蹴りに膝に印象よく戦う。ペッタノン選手リズムに乗ってくる。4ラウンドペッタノン選手打って離れてサイドに回る。秋元選手捉えきれない。ペッタノン選手ポイントアウト狙いのような戦い方。4ラウンド終了。ペッタノン選手両腕を突き上げる。大沢健さんは流しそうだなと。5ラウンド秋元選手距離を詰めていく。ペッタノン選手下がる下がる。秋元選手が出てきたら前蹴りと膝で迎撃。打撃の塩漬けか。さらにペッタノン選手の金的アピールで時間が過ぎる。残り1分半。このまま捉え切ることができずに時間が過ぎて終了。ペッタノン選手勝利を確信する。判定はペッタノン選手がニューチャンピオンとなりました。てんてんてん。はい、というわけで日本人向けペーパービュー大会という歌い文句のなんと残酷なことよ。なんか全部きちんと最初の約束通りペーパービューで、もちろん負けることもあるというのも分かってお金払ってみたんですけど、なんかねギャンブルでお金吸った感じになりましたね。はい、明日の通常配信やるかこっちの速報やるか迷ってこっち取ったんですが、こりゃ明日はさすがにきついですね。そしてこれからのワンは来年ですね。ペーパービューが年3から4大会、今までと同じ通称配信が12大会で、ワンルンピニーが1月から毎週金曜日に配信があるようで、ワンルンピニーは MMA もやるとの噂です。はい、お、俺の5000円が。これはですね、日本に格闘技浸透なかなかしないね、難しいよね。でも選手の皆さんはお疲れ様でした。ここから日本勢の巻き返しを狙いましょう。